開発8年推定数100億で1年も持たずサービス終了が決定したコンコードに対するみんなの反応集。いくらなんでも早すぎる。この間発売したばかりじゃない。返金できて以来。どうせ700人切ってたらしいからな。あと2日しか遊べないからパッケージ版買って味見するのもできないのか。いや返金されるんだから今日買って明日届けば1日ただで遊べるのか。ここまでの爆死見たことない。シューターゲーは基本無料が強すぎるから。なんとなく縁起が悪い名前だな。ベータ遊んでるストリーマーの配信見てヤバそうだなと思ってたけど即死すぎるだろ。2週間と思ったら一旦引っ込めてなんとかしますってことなのか。そのままなかったことになりそうだが、ヒーローシューターというレッドオーシャンに有料パケで入ってくるのはよほど自信がない限り無謀すぎる。しかも見た目がパッとしない。キャラも微妙だし、この手のゲームならオーバーウォッチ2があるからよっぽど強い魅力がなきゃねー。バロラントも本当はもっと開発に時間かける予定だったけど、コロナ禍で出すなら今しかないということで急いでリリースしたのに、こっちは競合がどんどん出てきてるのにのんびり8年も開発に時間かけてこれだからな。時間かけて沈むゲーム多いね。失敗録とか作って共有すればいいのに。SCEI これ作るために会社買収してるから会社ごとお取り潰しになりそう。この手のゲームジャンルでよそから客奪えるほどの作品が出ることって今後数年なさそう。ありきたりなゲームを魅力のないキャラで作ったら誰も遊んでくれなかった。どうしてゲームの世界で8年も経ったら5回くらいトレンド変わってそうだ。スイッチとかで広告流れてたけど全部見た上で何のゲームなのか最初タイトルすらわからなかった。ゲームの内容以前に宣伝も下手すぎる。ハイスケでも1年以上は持ったぞ。どんだけ人気ないんだ。スチームで今プレイしてる人が23人。人がいないニュースは聞いたけどそこまでだったか。古豪のオーバーウォッチとブランド力のあるマーベルライバルズが相手なのは厳しいよな。他にも人気無料シューターはたくさんあるし。返金しないといけない小売店は大変だな。まあうちは確かまだ1本も売れてなかったと思うけど。今さら30ドル以上出して買う価値のあるゲームなのかって評価されてたな。予想以上に対応早かったから次の一手がすごく気になる。安直な線だと基本無料化だけど、ただでもやるやついないよなこれ。システムはまあ面白い方だと思うよ。ただ金と時間をかけた割にはデザイン含めてあまりにも平凡すぎるし、ちょっと面白いだけだと今の時代見向きすらされないんだ。ヒーローシューターならせめてこれいいなってなるキャラにしましょうよ。どこも無料でやらせてスキンで金取るような形態になってきてたんだから。宣伝は本気でやってたと思うよ。中身で勝負してるのかもしれないけど、ビジュアルには一番こだわろうよ。コンコルドが名を体で表すゲームすぎる。仮にビジュアルがものすごく良くてもさ、長年の積み重ねある他ゲームに勝てる要素あるの？パッケージ版出してるのでここまで見切りいいの珍しいな。対戦 FPS って対策シリーズか、開発がでかいところでもなければ大体こけるからな。拙速箱打ちに勝るってやつですね。時間かけりゃいいってもんじゃない。早めに出すと不具合も出やすい仕掛けではあるんだけどね。でもずっと開発しててやっと出しましたってタイトルよりは話題に上りやすいイメージはある。オーバーウォッチとかバロラントとかレインボーシックスシージと比べた時の強みって何なんです。このゲーム映像は綺麗だったけど超個性的なキャラクターって連呼してるし、確実に海外意識したデザインなんだけど向こうにも刺さらんか。そもそもどんなゲーマーにとってもキャラデザなんて普通に美男美女がいいわけで、そこにケチつける人間がゲームなんて買うわけねえだろって話。怪我ないな。別に個性的でもないんだよね。普通にヒューマノイドだし、異様式の目を引くようなもんでもない。スターウォーズで数秒だけ出てくるモブならこんなんでもいいと思うよ。流行ってるジャンルだったので新作を8年かけて開発しました。ヒーローシューターでキャラがダサいのはマジで致命的なのよ。オーバーウォッチのキャラデザが神がかってることを再認識できた。どうせ30人未満って空気が終わってる地下アイドルのライブかなんかか。ゲーム自体の価格プラスキャラスキンやらアクセでマネタイズ狙ってたらしいが、このキャラデザでカスタムしても面白くないという。なんで灰色とか茶色とか地味な色を多用するんだ。最低限のキャラの魅力は大事だよな。自分が操作するんだし。 SIE のゲームっぽいと言えばそうだねってなるキャラデザではある。アペクスも美男美女ではないが、ガジェットとかアーマー類の外装派しっかり決めてるから華やかさは出るんだ。こっち派そこがまずひどいから全体がダメにしか見えなくなる。てかキャラが魅力的でも新しいのやらんでしょ。このゲーム有料販売してるので見た目に目を見入れる人もエイペックスに行くんですね。もう似たようなゲームは固定客定着してるのに、そこを剥がして引き込めるだけの魅力がないようじゃ。ダブルアフロアサシンババアだけは面白いからあり。髪型もグラサンもリップも服も全てがバカらしくて逆にまとまってる。大阪にいるわこのババア。ババアだけ気になってきたじゃねえか。
リリースして2週間で差し打ってセミかよ。夏の終わりの日暮らしかよ。開発に8年かかってるからマジでセミだな。トリコレーゼンに純粋にあんま操作したくねえなって印象が来るくらいダサいのはダメ。これが肯定されないことに安心する。コンコルド錯誤を起こさずに損切りできてる。オンライン対戦ゲームなんて人口が全てでメジャーなのがあるならそっちやる方がはるかに快適だから。何で人気作品が基本無料で万円ってるジャンルにソフト価格4500円で挑みに行ったのかさっぱりわからなくて困る。返金対応してるってことは多分受けるつもりだったんだろうし、バランス調整で死ぬんだろうけど、虫類系で前傾姿勢だったり虫だから飛べるしてが多いとかタコ肩で天井走れるとかそういうコテコテの宇宙感すら出せないのは宇宙である必要を感じない。バビロンズフォールもだけどまずオンライン専用ゲームにパッケージ代払わせるんじゃねえよ。プレイ人口余計減る上にいつサービス終了するかわからないゲームに金払えるわけねえだろ。有料パッケージなのに熱帯しかねえの嘘だろ。これはこのゲームじゃないとできないってアピールポイントがないと飽和状態のジャンルでユーザー引っ張ってくるのは難しいよね。差集の報告受けてさすがに同節数3倍に戻ったぞ。これに懲りたらおっぱいとケツのでかいゲームを作るんだな。極論普通の出来のアクションゲームに半裸のエッチな姉ちゃんをプレイヤブルキャラにするだけで釣られる人間がたくさん出てくるからな。無料で遊べるヒーローシューターの大御所が現役で活躍してる中、有料でこんな見た目のキャラしか出てこない新作を出したらまあこうなるのも納得しかないだろう。散々言われてるけど、エイペックスっぽいゲームを有料で販売したところでそんなもんユーザーは無料のエイペックスやるよ。キャラデザが一番話題になってるだけで、激戦区に8年遅れで4000円で入ってきた判断が一番やばい。ちなみに一時期オンライン中のプレイヤーは168人で、開発元の会社の従業員は169人、ログインをしてない社員がいるね。夜逃げでもしたのかな。150億と8年をかけて生み出された一発ネタ大好き。金ね返せやボケ、返すってさ。何かストーリー PV みたいなの作ってたし、ソロ FPS にしたらもっと損害出ずに済んだ気がする。開発8年サービス2週間、確かにセミだな。話聞く限りキャラデザとかバグとかまだなんとかなりそうな部分に原因があるならまだしもクオリティは高いけど、独自性に欠けるって一番ふわふわしてる部分が課題みたいだからテコ入れするにしても大変そうだな。この手のゲームいくらでもある中で差別化できなかったらな。ビジュアルも全く万人受けするタイプじゃないし、そもそも世間では完成度以前に存在を知られてないレベルな気もするが。8年前って言ったらエペバオーバゴどころか、フォートナイトですらリリース前だからだいぶ昔だな。当初はガーディアンズ・オブ・ギャラクシー風のヒーローシューターを作ろうとしたそうで。8年前はオーバーウォッチ1とかの時代だからオーバーウォッチ1は基本無料じゃなかったから、開発に時間かけるとダメだねって。そんなに言うほどひどいかと思って検索したら公式ページがすでにないんだが。じゃあ全員長吉でかけつ女にしてブルンブルンにさせればよかったんですか？よくわかってんじゃん。そもそもこのゲームって少なくとも日本では発売前の段階でキャラデザ批判なんて巻き起こてなかったんだよ。なぜならみんなオープンベータすらやらなかったしツイッチすら見ないから。余震罰ツイッチは見てたとしても広告に目が行くかというとそうならんかった。ポリコレで負けたわけじゃねえ。ゲームの内容で負けたんだこれは。こういうのってこういうキャラいたら面白そう、こういうゲームシステムがあったらいいなーって感じじゃなくて、今月までに黒人キャラと化け物キャラを一人ずつ作ってみたいに創作なのに最初から作るものが決まってるからダメなんじゃない。人いなさすぎてマッチングしないのは致命的すぎる。多様性に配慮すると開発資金は潤うからな。発表後は悲惨だが、キャラデザは確かにひどいけどそれだけで2週間でやめるってなるの？発売2週間で現在の Steam でのプレイヤー数50人前後、そもそも有料販売なのでこれ以上ユーザーが伸びそうにない。購入者からの評判もあまりよろしくない。開発者がこのゲームを認めないユーザー側が愚かと言っちゃった。本当に2万5000本も売れたの？それくらい売れたならマッチングサバくらい半年は稼働させるべきなんじゃねえの？開発費数億と7、8年の年月かけて作ったゲームがこの結果なら精神的にも開発者がこれ言っちゃうのは同情の気持ちが少し出る。発売直後の一番旬な時期のゲームで同節50人って2万5000本売れたゲームだとしてもおかしいだろ。デフォルトのビジュアルゴミにしてゲームを面白くするだろ。課金スキンにかっこいいやつと可愛いやつとデカパイデカケツを置くだろ。爆売れするって寸法よ。正直開発者側に同情するレベルの失敗だから悪態ついてたとしても辛かったよなって思う。キャラデザはゲームの一要素ではあるが手に取ってももらえなかったという事実を考えると全然無視できるような小さい問題ではない。ゲーム内課金がないことが一つの売りっぽいから基本無料にもできんだろうしな。声優もそれなりに揃えてたのな。日本語吹き替えあったんだ。すげえちゃんとしてんな。
先日の PS5 の値上げはこいつの負債の補填のためだとかいう話が、それはさすがにないよ。発売初日で Twitch の視聴者数リリーコングレーシングに負けてたからな。プルプロをセミって言ってすまんかった。ヒーローシューターなのにヒーローに魅力ないのすごいだろ。マーベルやるわ、ってなるだけだ。多様性プラス FPS とか見事に今のトレンド取り入れてて価値観みたいなものだった気がするけどなんでこけたんだろう。正直多様性とかトリコレとかじゃ説明できないだろ。このキャラのダサさは単純にセンスがなかったんだよ。売上に関しては基本無料のヒーローシューターが定着してる中に同ジャンルで有料のまま突っ込んでいったからじゃないですかね。配信でちらほら見てるけど必殺技がないんだっけこれ。ぶっちゃけキャラの見た目良かったとしてもこの内容で有料ゲーの時点で普通に今と同じルート辿ってると思う。クソゲーではないからカラスマが結構楽しそうに遊んでてなんかダメだった。マシュマロにてリクエストありがとうございました。